ドラムベースの打ち込み方パート5やっていきましょう。今回からは早速曲を作っていきましょう。こんな曲を作っていきます。今回からしばらくはフリー素材やフリープラグイン、フリープリセットを使っていこうと思います。もちろん今回使っている音源やエフェクトは無料のものしか使っていません。今回はこの曲に使う素材とプラグインを紹介します。紹介するのは全部で6つ。ドラムサンプラー、ドラムのサンプリング素材、シンセサイザー、シンセサイザーのプリセット、コーラスエフェクト、マキシマイザーの6つです。動画の尺の都合もありますので、一部の導入方法は割愛します。それらはご自身の環境に合わせて自分で調べて導入しましょう。ではまず最初にドラムサンプラーですね。この曲では GTG-DPC3 というフリー VST プラグインを使いました。ドラムサンプラーのフリープラグインの中でも優秀な立ち位置のプラグインですね。デフォルトでも素材も入っているので、素材がなくても音を鳴らせます。次にドラムのサンプリング素材です。これはダウンロード方法を説明します。楽曲には VIP ゾーンサンプルズというもののフリー版を使いました。まずこのリンクに飛んでください。次に出てきたホームページのセンドというボタンがあるんですけども、その上に入力欄がありますね。そこにメールアドレスを入力します。まあ、馬の骨ともわからないものにアドレスを入力したくないっていう人は、まあ、捨てアカウントを入力しましょう。センドボタンを押すと、まもなくそのメールアドレスにダウンロードリンクが書かれたメールが来ます。リンクをクリックします。するとフリーのサンプリング素材が、たくさん出てくるので、好きなものをダウンロードしましょう。今回楽曲で使ったのは Kicks Vol. 1 Techno & Trance とPERC&SNARES とハイハッツボリューム1の3つです。ダウンロードしておきましょう。次はシンセサイザーです。これはシンセ1を使いました。フリープラグイン界隈では定番のプラグインですね。これで様々な音を作れます。お次はプリセットです。楽曲はシンセ1専用のプリセットのダブステップ&ドラムベースというものを使いました。ドラムベースとダブステップに使える音色が入っているプリセット集ですね。コーラスエフェクトはタルコーラス LX を使いました。つまみ3つ、ボタン2つの超シンプルなコーラスです。ベースを太くするのに使います。最後はマキシマイザーですね。楽曲ではダブルワンリミッターを使いました。音圧を上げたい、音がピークを超えないように調節する用途に使います。これら6つのリンクは動画説明文に書いておきますので、ご覧ください。さて、今回は音源を紹介したところで終わりとしましょう。次回から実際に打ち込みに入ります。また次回お会いしましょう。それでは。